専門家が全力でサポートする。動物の治療の主役は飼い主さんなんです。はい、こんにちは、サニーコーチョーです。今日もまた一緒にレッツシンクのお時間です。今日も話していきますね。外耳炎の話です。今日たまたまですね、ちょっと洗濯して濡れてるのでこのオレンジの方着てますけど、これ見られるのはレアですからね。外耳炎の話をします。外耳炎で困ってる方結構いらっしゃると思うんですよ。で、そもそも病院に連れていく、飼い主さんね、結構いらっしゃると思います。例えば1週間に1回とか2週間に1回とか1ヶ月に1回とか、トリミングサロンでいつもその耳の掃除するんです、いつも汚いって言われるんですみたいなね、慢性的な病気の子、いますけども、その名前を多くの人たちは外耳炎というふうに表現しますね。で、じゃあ外耳炎って何なのか、今までもずっと言ってるように、まず言葉ね、言葉っていうものを見ていきましょうと。で、外耳プラス炎症、わかりますね。外耳プラス炎症で外耳炎、超単純ですね。これ外耳炎ですね。いや、誰もわかります、誰でもわかりますからみたいな話ですね。それを専門家がね、よくこの子外耳炎です、慢性的な外耳炎ですよみたいなことを言ってきたりしますけども、それ専門家はもうちょっと深いところまで言ってほしいですよねって思いますよね。それはいいとして、外耳と炎症ってとこね。で、外耳ってじゃあ何なのかっていう話になりますけど、これ絵ですね。僕の拙い絵になりますけど、これ顔、動物のね、犬だったり猫だったりの この顔があります。で、顔があって、耳があって、耳からの穴がこういう風に入っていって、横に行って、ここが鼓膜ですね。で、その奥が中耳って言われるものだったり、そのもっと奥が内耳って言われるものだったり、でします。なので耳を大きく、分けると外耳、中耳、内耳というものに分かれるということですね。分かりやすいですね。分かりますよね。で、読んで字のことですね。外側のやつ、中間のやつ、内側のやつというやつですね。で、今日は、今日中心になるのは外耳の話です。で、中耳炎だとか内耳炎だとかっていうところまで進行したり、そもそもそこが単独的に起こったりってすることはよくありますけど、外耳のところから話していきましょうということですね。で、ついでにちょっと話すと、中耳っていうところの、中耳っていうところに、このね、管見えます。この管ね。これ管、耳道とも言うんですけども、咽頭に向かっていますよってこう矢印が書いてあります。で、咽頭っていうのは簡単に言ったら、喉ですね。喉。喉ですね。僕らの喉ですね。僕らのっていうか、その動物の喉ですね。よく飛行機に乗った時とか、何か乗り物に乗った時とか、何でもいいんですけど、ジェットコースターに乗った時とかね。で、飛行機が分かりやすいかもしれないですね。飛行機に乗った時に耳が聞こえづらくなったり、で、その時に唾飲み込んだらいいよ、あくびしたらいいよとかって言って、それを言われたままにやるとバキバキバキって言ったり、なんか聞こえが良くなったり、なんかスッキリしたりっていう風にしますけど、喉で、例えばあくびをして空気だったり、唾を飲み込んで、こっちが喉ですからね。喉につながっているので、喉自体の圧力を変えることで、ここの圧力が変わって、鼓膜自体の状態が変わって、鼓膜がバリバリバリとか、ここら辺の音がしますよっていう話ですね。伸びるとかね、縮むとかね。そういうところの音が鼓膜を振動させて、音として聞こえているっていう話ですね。なぜならば、喉に耳はつながっているからっていう話になります。ここら辺わかります?わかりますっていうか、聞いたことある人いらっしゃると思いますけど、動物もそれは一緒ですから、例えば食べるものっていうものだったり、例えば嘔吐が多いとかね、例えばここに、喉のところで炎症が起きている、気管で炎症が起きている子に関しては、中耳炎とか内耳炎とか、そもそも耳の疾患に、つながっていきますよっていう話ですね。いろいろな臓器、僕らの体っていうのは全てどこかで区切られているってわけではなくて、全てつながってしまっているので、まず全部のつながりを見ていくというよりは、よくつながりやすいところですね。つながりやすいところっていうのをまず覚えていったらいいのかなと思います。で、耳に関しては特に、喉
っていうところに、まあ、物理的にね、つながっていますよ、ということですね。で、そして、まあ、よく耳のところによく言われるのは、耳のその内耳だとかっていうのは、まあ、脳みそにまず近いですよね。で、脳みそに近いので、まあ、神経症状とかっていうところが、とつながってきますよ、という話ですね。OK ですね。前庭疾患とか、ホルネル症候群とか、まあ、よくね、こうやってなったりね、目が眼神しちゃったりね、っていうことが内耳の疾患、前庭疾患みたいなところで出てきていますけど、それはまあ脳みそのつながりと一緒にね、考えてみてもらったらいいのかなと思います。で、今日はまあ外耳の話なのでちょっと話戻ししますね。で、外耳の話です。外耳炎ね。で、外耳炎のこの縦に行くところが垂直耳道と言います。垂直です。垂直、シュッですね。で、そして、水平のところ、水平です。で、地面と水平です。水平耳道。なので、垂直耳道と水平耳道を両方とも持ってますよ。要するに、パッパッと曲がってますよって話ですね。で、ネットだとかね、何だとかで、これ曲がってるからいろいろこの中に溜まりやすいんですよ、汚れやすいんですよ、みたいなことを、書いてあったりしますけど、それはあるけども、だから水を入れちゃいけないよとか、だから何かしちゃいけないよっていう、あまり頻度をやっちゃいけないよみたいなことを言ったりしていますけど、まあそこら辺に関しても話していきます。で、まあ水平自動、垂直自動、水平自動っていうものがありますよとね。で、機能としては音響装置ですよね。耳。まあわかりやすいですね。音響装置ですね。で、音響、音っていうのは振動なので、例えば太鼓をドーンって向こうでどっかで鳴らしたとして、ブブブって震えますよね。はぁはぁって震える。そんなあからさまな震えじゃないけども、ズーンってきますよね。でズーンって、あ、子宮に響くわとか、あ、お腹に響くわとかっていろいろありますよね。僕、子宮持ってないけどね。で、その振動っていうものを別名で言えば周波数と言ったり、波動と言ったりってしますけども、振動ですね。その震えですね。それ自体をキャッチする装置、もしくはそれ自体をもっと増強する装置として耳がありますよということですね。小さい音でも聞こえます。大きい音でも聞こえます。なので、小さい音だったら小さい音ほどそれが聞こえないといけないので、ある程度増強してくれるためのものを僕らは持ってますよ。まあ、動物はね、特に動物もね、特に持ってますよってことですね。人間が一番五感、聴覚とか嗅覚とか視覚とか味覚とか触覚とかっていうものが、人間一番劣っていると考えていいので、基本的に人間以外の動物ですね。人間以外の動物は、人間のその五感のどこかの五感の部分で人間よりも勝っていますので、特に犬だとか猫だとかに関しては、耳とか、嗅覚とか、視覚とかね、味覚とか、いろいろな部分で、勝っています。で、そのうちの、まあ、超勝っている、器官の一つとして、聴覚がありますよ。まあ、音響装置、音響の機能がありますよという話ですね。で、音響のその機能が、もともとね、角。これ動物の角、ホーンって、トロンボーンとかね、そういうところで使いますけども、ホーンですね。水牛の角とかさ、こう、牛のね、角とかを、原住民の人たちとか、まあ、昔の人たちがこう合図として吹いているの、イメージとして思い浮かべる人もいると思いますけど、まあ、覚えてる人いると思いますけど、それをイメージしてもらったらまずいいと思います。ホーンですね。で、角で、それと同じように貝ですね。ホラ貝ですね。ホラ貝、うーってやつですね。で、その形ですよねってことですね。で、耳っていうのは、音響装置っていうのは、そもそもそういう形をしていますよということですね。で、僕らは人間の文化を持っている、社会生活をしているので、その形を取り入れて、僕らの趣味思考の管楽器に変えていったりしましたよということですね。ラッパとかね、例えばスピーカーとかね、そういうもの自体が、進化した原型は、もともと動物の角だとか、貝だとか、そもそも音楽とかってそういう話じゃなかった。だけども合図とか、メッセージとか、そういうものが、を送り出す
っていうものでもあった。だけども、まあ、僕らはそれを利用して楽器にしていきましたよということですね。で、それが体のある部分にあって、まあ、似てますよね。音響装置ですからってことですね。これがこの角だとかホラガイとかがこのそういう機能を持っているということは、この形を持っているこの器官はここの機能を持っていますよということですね。形から見れば分かりやすいですよね。誰か来てくださいみたいなことを自然にこうやったりしますけど、それは僕らはこの形、この、機能自体、この構造自体がそういう機能を持っているということを、僕らは理解しているからそう やるわけですよね。なので耳もそういう形っていうのをまず認識しておいてくださいね。わかりやすいですよね。で、まあ、知ってる人は知ってると思いますけど、耳だけが振動を受け取る、耳だけが、音を認知する、認識するっていうものではないですね。今まあいろんなところで出されていますけど、スピーカーとか、スピーカーというかイヤホンですね。骨振動のイヤホンっていろんなところでこう販売されていますけど、骨を振動させて、例えばね、ここら辺にイヤホン、ここに入れるとなんか蒸れるからとか違和感があるからつって、ここにイヤホンつけてる人時々もう結構今いますよね。で、ちょっと音が聞きづらいとか、音漏れするだとかっていうデメリットをいろいろ言ってる人いますけど、で、ここに、イヤホンをつけて、こっちに振動させるってことですね。振動っていうのは、さっきも遠くのところからここに振動したように、何か遠かったり、何かの障壁がある程度あったとしても、そこを振動させて伝えることができるわけですね。いいですよね。近所迷惑っていうか、近所の、ね、騒音とかを聞いたことあると思いますけど、いくら壁があったって外で振動があれば、自分の家が窓が振動し、その振動は自分の耳まで、自分の骨まで届いてきて、自分が振動し、その振動を感知し、音として認識してるわけですよね。 OK ですね。で、なので、まあ、骨振動っていうものを利用して、そのイヤホンが開発されたりしてますねってことですね。なので耳自体が、例えばいろいろこう慢性的な外耳炎になったりとか、腫瘍ができたりとかって言っていろいろ取り去るみたいなことをやったとしても、その動物が聴覚がなくなることはないですよってことね。まあ、まあ、よくね、その獣医さんがその耳なくなったら聴覚なくなっちゃうんですよ、大丈夫なんですかねみたいなことを患者さんに言われてね、その質問の答えとして、まああんまり聞こえなくなるけども、この子たちって他の感覚でいろいろ認識してるから聴覚なくなってもいいんですよみたいなことを、まあね、安心させるために言ってたりしますけど、嘘なので、聴覚なくならないので、ちなみに視覚もなくならないので、いくら白内障になったとしても基本的に視覚はなくならないので、そこら辺は誤解しないでくださいね。で、骨振動というものの、まあ、代表例として、まあ、よく、まあ、聞いたことがある人はあると思いますけど、象ですね。象自体、こう耳がね、バッタバッタあって、耳が結構いいのかみたいな風に思ってる人いると思いますけど、象の耳の穴ってそもそも超ちっちゃいんですよ。超ちっちゃくて、かぶさってるので、耳ってあんまり、ここからのものってあんまり聞こえない。だけども、じゃあ何で聞いてるのっていうと、まあ、よく今言われるのは、地面からの振動、それを、象自体がの骨自体が振動して伝わってくるっていうことがよく言われます。なので象自体の聴覚は足の裏にあるんですよとか、象の聴覚は骨振動によって起こるんですよみたいな表現が時々ネットに散らばっていたりします。まあいろいろね、検索してみたらわかると思います。僕らが耳で音は認識するものなんだっていう思い込みっていうのが、まあ、非常に狭い世界だけの認識になるんで、まあ面白くないよねって話ですね。せっかく動物と関わっていて、せっかく違う世界を 見に行ける可能性があるんだったら、その概念を自分で見て、認識していた方が世界が広まりますからね。楽しんでいきましょうってことですね。で、さっき言ったみたいに形として、まあ形で機能として音響装置とかね、そういうことはあるけども、形として水平自動、垂直自動、水平自動っていうものがあったり、そもそも管楽器、吹奏楽部の人は分かるかもしれないですけど、
汚れやすいよね。リコーダーですら臭いよねってことね。好きなこのリコーダーだけは臭くなかったみたいなね。まあ、僕もそういう経験はありますけども、その管楽器とかね、そういう管状のものっていうのはやっぱり臭くなりやすい、やっぱり汚れやすい。いくら垂直自動、水平自動でいくら曲がっていなかったとしても、隣の人の目、隣の人の耳の穴嗅いでみてください。隣のおじさんの、例えば電車に乗ったら隣のおじさんの耳の穴嗅げますかって言ったら、そんなに嗅げないですね。で、嗅いだ時に、わ、なんか変な匂いするみたいになりますよねってことね。で、それだけ何かの管状のものっていうのはそこが溜まりやすいし、そこがジメッとしやすい、何かが発生しやすいので、さらに垂直自動、水平自動になった場合、溜まりやすくなるね、さらにね。で、その溜まりやすい。で、なので、溜まったものは流したいよね。洗いたいじゃん。で、そこでね、水入れちゃダメですよとか、何やっちゃダメですよってよく言うけども、それありえないから。基本的に水を入れて、例えば象であれ、野生動物であれ、犬猫であれ、トリミングサロン、考えてみたら分かりますけど、耳ジャブジャブ入ってるのね。水ジャブジャブ入っているので、獣医が水を入れちゃいけませんよとかっていう、まあ、入れ方だけどね、入れ方だとか入れるタイミングだとか、入れるものによりますけど、よくね、こう、洗浄液みたいなものをいっぱい入れる人いますけど、洗浄液っていうのは入れれば入れるほどおかしくなりますけど、そういうものではなくて、例えば生理食塩水とか、そもそもちょっと水道水に少し水、塩入れたものとか 1% 以下ねっていうものを入れたものとかっていうものをやってしまえば、あとコンタクトの洗浄液ね、あれが一番安いかなと思います。コンタクトの生理食塩水、洗浄液って生理食塩水なので、あれを、ドラッグストアとかでね買って、耳が汚い子ってな、ジョジョあれ入れてガチャガチャ洗ってあげて拭いて、じゃあ入れてガチャガチャって洗ってあげて拭いてっていうのをやってあげれば、洗浄液だと何度も何度もやると、それで炎症が起こってきたり、それで皮膚がただれたり、そこで赤くなったり痒くなったりってしますけど、生理食塩水であれば涙と一緒なので、涙が入っても痒くならないですよね。ちょっと言葉しいなみたいな、ちょっとなんか変な気分だなみたいに思うぐらいで、基本的には大丈夫なので、何回もやってもいいやつ。それも目薬も一緒ですよね。目薬も生理食塩水でどんどんやってください。で、そうしないと、溜まりやすいので、溜まりやすいので、流さないといけないので、それは流すっていうところは、ある程度回数が必要になってくるので、流すんであれば、刺激が少ないもの、まあ、特に生理食塩水とかを使ってくださいよ、ということですね。ここら辺も後でちょっと話しますね。で、実際に、この外耳炎の原因になるものって何？何が原因になるの？何が外耳炎を起こすの？っていうところの基本中の基本の話をしておきます。で、まぁ、今回からね、動画に関しては前半は一般公開、後半は、オンラインサロンのアカデミーの方で公開するっていう風にしてるので、原因の総論をまず言っておきますね。これすごく大事ですかね。これがものすごく大事。原因を考えるときに、よく外耳炎の原因として細菌が、ウイルスが、例えばダニが、カビがみたいなことを言われたりしますよね。細菌性の慢性的な外耳炎と言われたり、マラセチア性の外耳炎と言われたり、耳ダニがいますよ外耳炎って言われたりでしますよね。で、だけどもそれもともといませんでしたよねって話ですよね。それもともと増殖してませんでしたよねということですね。で、もともと増殖していなかった、もともといなかった、例えばもともとなかった腫瘍っていうのがあるってことは、それを発生させるための、そのバランスを崩すための要因が何かあったんですよねという話ですよね。なので、外耳炎の原因がマラセチアです、外耳炎の原因が細菌です。外耳炎の原因が耳ダニです。外耳炎の原因が腫瘍です。外耳炎の原因が犬種です。みたいなことを言うんであれば、それは間違いですってことですね。外耳炎の原因は何かがあって、
二次的三次的にダニが入り込んで影響を及ぼすような状態になっている。何かがあって二次的にそもそも耳の中にある細菌やカビが増えすぎてなんかおかしくなっている。何かがあって耳の中で腫瘍ができてしまったですよね。その何かがあってのここの部分が何、が原因の部分ですよね。なので多くの人は例えばマラセチアが原因だと思うのでマラセチアをどかせばいいと思う。細菌が原因だから細菌を殺す抗生剤をやればその原因が除去されると思う。例えば腫瘍が原因だと思えばその腫瘍をどかすことでその耳の治療外耳炎はなくなると思う。だけどもそこは原因じゃないのでそこは洗うとか、除去するとかねっていうことはやっていいことなんだけどもそれ自体を生み出す何かがあるのでそこの例えば胎児とか掃除とかと一緒にここの要因にアプローチする。ここを例えば食事、環境、飼い主とのコミュニケーション、飼い方、まあいろいろありますよね。飼い主がやっていること全てですけどその飼い主が何かをやることによってこれが感染しやすくなる、これ自体のバランスがおかしくなる、この腫瘍ができてきているので自分の生活の中で飼い主がやった中で何が原因があるのかなっていうところを考えていく、そしてそれを、見つけてアプローチしていくということと並行してやらない限りこの耳の洗浄行為、耳の腫瘍を取るというオペに関しては何にも外耳炎を解決する方法になりませんからという話です。で、まあ実際ね、皆さん体験してると思いますけども、1週間に1回、1ヶ月に1回、2週間に1回みたいな感じで耳の掃除しに行ってますよね。っていうことは治ってない。ただそれだけですよね。治る場合はもうその通院が終わりますってことですね。風邪が治ればパブロンは飲まなくなります。風邪が治らなければパブロンを飲み続けます。解熱剤を飲み続けます。栄養ドリンク飲み続けます。っていうだけの話なので、その体調が良くなれば、それが治れば、その通院はなくなります。ので、逆に言えば、その通院が続いているということは、その耳の疾患は治っていない。原因に対してアプローチできていないというだけの話なので、ここら辺はきちんと整理して頭の中に入れておいてください。OK ですね。なので、今日は外耳炎の話でした。外耳の説明、水平自動、垂直自動、水平自動、音響装置。ここは後での話ですね。いろいろ病気の原因を考えるときにものすごく大事になるイメージ像になりますのでここはまあ後で、見てもらったらいいですけどもう一回ねまた後で復習するよね後半でね。で、音響装置ってものになってます。溜まりやすい状況なので、耳の洗浄はきちんとやってくださいよ。でも洗浄でも回数を重ねられる洗浄をしないといけませんよ。その回数を重ねられるのは洗浄液では絶対にありませんよということですね、市販のね。で、原因をじゃあ考えていく。これはね、洗浄とかやっていくんだけども、耳でをね、抜いたりって、まあしたりしますよね。耳で抜けば抜くほど炎症が起きてくるのを知らずにね、やっていったりしますけども、原因をじゃあ除去するのにどう、外耳炎を治療するのにじゃあどうすればいいんですか？全体像の把握として、何かがあって、で感染しやすくなって何かがあって腫瘍ができて何かがあって、そこが熱くなってみたいな風になっている。その結果外耳炎という、風景外耳炎という状況になっているのでまずはここねその洗浄だとかを全然してもいいし除去とかも全然、オペとかでね取っても全然いいんだけどもそもそもそれ自体を生み出しているものにアプローチしなければ外耳炎治りませんよってことですね。基本的に結構舐めがちな、話になりますけど耳と喉そして耳と他の内臓っていうものが密につながるところ関係性があるのでまあそういうところに対してのアプローチの方法とかねそういうのを後半では話していきますのでまあ興味があれば、オンラインサロンのアカデミーに、登録して見てみてください。それではまた、また皆さん、じっくりレッツシンクしていきましょう。それではまた、じゃあ。